どうもこんにちは、瀬戸康史です。皆さん元気ですか？元気があれば何でもできるとは言ってもですね、なかなか毎日元気に過ごすのは難しいことでもあります。そんな時にはこちら、速攻元気。今回はですね、この速攻元気を使ってピンチを切り抜ける方法を皆さんに伝授したいと思います。それでは行きましょう。どうぞ。シュレッダーにかけておいてもらっていいかな？え？だからそのシュレッダー、すいません、別件で忙しくて。瀬戸康史と申します。よろしくお願いいたします。どれ、はい、これはクラフトンキーのカードやー。も申し訳ございません。おい、もう舐めてんのか。いいえ、そさんはめっそうもございません。じゃあどういうつもりなんだよ。ですね、これはその、おい、その何してんだよ。さあ、何してんだよ。どうも、こんにちは。私、クラブドンキーと。おい、どうしてくれんだよ、この怪我よ。この度は大変申し訳ございませんでした。
治療代はきちんとお支払いいたしますので。これさ、治療代だけじゃ済まないよね。申し訳ございません。本当に本当に申し訳ございません。ああ、そうやって謝れば済むと思ってんだ。あ、いや、あ、そういうわけではないんですが、あの、本当に本当に申し訳ございませんでした。だから謝んじゃなくてどうしてくれんだって言ってんだろ。何やってんだよ、さっきからよ。おい。本当に本当に申し訳ありませんでした。これから友達と会うんで。あ、そうなんだ。じゃあいいや、また。すいません、お疲れ様でした。おい、カート。行きます。ついてこい。どこへでも。はい、いかがでしたでしょうか。ご覧いただいた通り、速攻元気を飲むことによって仕事がことごとくうまくいきましたよね。皆さんもピンチの時はぜひ速攻元気飲んでみてください。それでは皆さん、またどこかでお会いしましょう。じゃあのー。